ストラクターの小森です。リトルトの岩見です。自宅でできる体幹トレーニングやっていきます。お願いします。お願いします。ではまずプランク作っていきましょう。はい、はい、フロントプランクです。肩の真下に肘が来るようにプランク作ります。耳、肩、お尻のくぼみ、大天使と膝、くるぶしが一直線になるようにプランク作ります。お腹に力を入れて息を吐きます。この状態をキープしましょう。次にこの基本のプランクの姿勢から動きを入れていきたいと思います。基本の姿勢を崩さないようにして足の回転を行っています。開いて、閉じて、開いて、閉じて、開いて。次に、この姿勢から足を閉じた状態で真ん中、右、真ん中、左、真ん中、右の3点のポイントを足を閉じた状態で動きます。角度が、この姿勢から右、真ん中、左、真ん中、右、真ん中、左。次に、このひらプランクを行います。肩の真下に手のひらが来るようにしていただいて、この状態から右膝を左膝に振っていきます。で、戻します。もう一度、左膝を右膝にクロスで隠していきます。戻します。隠し、左膝、左膝、左膝、1、2、3。最後は安定クライマーですね。基本の手のひらプランクの状態から片足を胸の前まで持っていきます。ここから両足で跳んで足を入れ替えます。で、ポイントは肩出して胸の前まですることですね。入れ替えます。この時に足音で横に立てないように渡していきましょう。お疲れ様でした。以上が自宅でできる体幹トレーニングでした。ありがとうございました。